こんにちは。今日は先日ご紹介しましたバントゥルーの N5 の4カメドライブレコーダーの対抗馬、正確に言いますと次回登場します N4 プロの3カメモデルというのがあるんですけれども、まあ、そちらの対抗機種になりますこちらビオホの A139 プロ 4K、 こちらの3カメモデルのドライブレコーダーのご紹介を本日はいたします。こちらのビオホのドライブレコーダーは先日も A119V3 でもご紹介した通りなんですけれども、非常に技術力の高いメーカーということで、特に画質にこだわった、また耐久性にこだわった、さらには使いやすさにこだわった、そういったドライブレコーダーとなっておりますので、今回はこの A139 Pro 4K、 私実際に使用してみたので皆様にご紹介していきたいと思います。で、まずなんですけれども、こちらなんですが、何と言いましても非常に筐体が軽いということを皆様にまずお伝えしたいと思います。軽いというのがじゃあ何がいいのかと言いますと、これ今非常に夏場になって暑い状況ではあるんですけれども、この筐体自体は非常に軽量でできておりますので、脱落するということが一切ありません。かつフィルムをつけて、その上からドライブレコーダー、両面テープで今固定してるんですけれども、こちらの方がどちらかというと落ちやすい傾向にはあるんですけれども、それでも全く落ちない。また普通にこの SD カードを抜き差ししたりするときであるとか、ボタンを押したりするときであるとか、まあそういった操作にも十分耐えるだけの接着力を持っているドライブレコーダーとなっておりますので、さすがやはりこういったところもしっかりと設計計算をし尽くして作ってあるんだなっていうことを、まずすごく第一印象として感じたところになります。で、さらに夏場こういったガラス越しなので非常に熱を持ちます。特に炎天の40度を超えるような猛暑、これからまた暑くなってくると思うんですけれど、そういったところでも十分に耐えるだけの実力を持っている。私これ今使ってるんですけれども、今までエラーが出たこととか、動画が止まってしまった、収録が止まってしまった、そういったことも一切ありません。 SD カード自体が有酸規格で、私今これ128ギガのサンディスク使ってるんですけれども、それを使っている分においては特に再生が、収録が中断してしまったというような、そういったことも一切ありませんので、非常に安定しているというところも大きな特徴となっております。で、もう一つ A139 Pro 4K のいいところというのがありまして、こちらになるんですけれども、このように車内カメラが任意の自分の好きな場所につけることができるということです。もちろんこのコード自体が長さに限りがありますんで、フロントガラスのこのミラーの周辺につけるしかないんですけれども、これ非常に考えられていて、筐体と一緒につくよりはむしろ別々でついてた方が、このカメラ自体を取り付ける場所というのも自由度が高くなりますし、これは車内カメラの赤外線付きの車内カメラになるんですけれども、広角度合いによっては窓ガラスの左右がしっかり見えない場合というのも当然車によってはあったりすると思いますので、そういった時はもう少しこう奥の方につけていったりとかで、自分よりも近くのところにつけてしまうと窓ガラスの外側よりも前のところ、このカメラよりも後ろ側になるんですけど、が見えないということにもなってしまいますので、そういった角度の調整、視界の調整というものができるっていうのがすごくいいところだなと思いました。で、これモデルによっては2カメのモデルとかもありますし、で3カメということで、まあオプションとしてつけることもできるものになっております。で、それからもう一つ非常にいいところなんですけれども、こういったドライブレコーダーはとにかく取り付けが楽でなければならないということもあったりすると思います。できるだけ車に綺麗につけたいと思われている方もすごく多いと思うわけなんですけれども、ドライブレコーダー自体が壊れちゃって買い替えたいという方ももちろんいるわけなんですけれども、そういった買い替え需要にもしっかりと考えられていて、同軸ケーブルというものを使っております。これはカメラの同軸ケーブルになるんですけれども、非常に細いものになっております。それによってルーフのライニングの隙間であるとか、ウェザーストリップの隙間であるとか、そういったところにも入れやすくなっておりますので、取り付けが非常に綺麗にできるというところも非常にこう買い替え需要をする
ユーザーに向けてしっかりと考えられた作りになっているっていうのも大きな特徴となっております。で次にこちらの H39 Pro 4K の機能について見ていきたいと思うんですけれども、この機能というのも非常に充実しておりますので、モニターを使ってご紹介をしていきたいと思います。こちらなんですけれども、バントゥルの N5 でもご紹介させていただいた VV カーの AI ボックスを使ってるんですけれども、まあ、こちら前回ご紹介したやつで、こちらがビオゴのものになります。で、こちらなんですけれども、まずはこれを使う前に Wi-Fi につなげる必要がある。で、ビオゴも 5G の Wi-Fi 回線になっておりますので、もうすぐにつながりますし、非常に速度としても速いものになっています。こちらを立ち上げます。で、カメラを接続します。そうしますと、もう即座に、こちら、3カメタイプということなので、前、車内、後ろという3つの画面が見ることができます。で、もちろんこちらは携帯でも見ることができるんですけれども、もう最近は AI ボックスも、ROM や RAM 自体の容量も非常に大きくなっています。もう昔で言うもうパソコンですね。パソコン自体もどんどん CPU も進化して、ROM とか RAM とかもどんどん大きくなってきていて、非常に進化を遂げてるわけなんですけど、同じように AI ボックスも進化を遂げていて、それによってより実用性の高い使い勝手になってきてるということで、もうこういった用途にも使えるので、もういちいち携帯を出してつなげるということをもうしなくても、このような形で操作ができてしまうというのも、このビオホの H39 Pro Duo の大きな特徴だと思います。で、こちら止めます。で、こんな形でセッティングということで、項目、これだけの項目がもう4万円台ぐらいのドライブレコーダーになってきますと、これだけの機能がついておりますので、もう携帯で見て、で、そこでセッティングをするというような形になります。で、今回私はビデオ解像度に関してはこちらなんですけれども、2K1440p の 30fps、それから 1080p の 30fps、1080p の 30fps ということにしています。で、もちろんこちらは 4K ということで、こちらですね、一番上 2160p の 4K にしますと 24fps ということで、少しフレームレートが落ちてしまうというのがあります。で、私の場合ですと、ナンバー認識ができるかどうかっていうところを結構自分はやっぱ意識しているところっていうのがあるので、まあ、できるだけフレームレートというのは少しやっぱり高めの方がいいかなっていうのが私の考えでして、30fps にすると逆に夜間になってしまうと、シャッター速度を落とさないと光が入ってこなくなってしまうので、暗くなってしまうっていうこともあるかもしれないんですけれども、まあ、私はこちらの 2K の 1440p の 30fps っていうものを使ってます。後ほどご紹介する動画はこちら、夜間でも 4K2160p のでご紹介の方はしていこうと思ってます。あともう一つは、やはり N5 と同じなんですけども、これ3カメタイプになっておりますので、当然駐車監視特化型のドライブレコーダーということで、どちらかというと駐車監視を使うユーザー向けに作られているドライブレコーダーということで、駐車監視システムというものも非常に充実しております。で、こちらを見ていただきますと、オフ、それからタイムラプス、これタイムラプスって書いてあるんですけど、実は携帯で見ると動態検知のことになります。で、こちらがタイムラプスになりまして、1fps から5fps、10fps、低ビットレートということで選ぶことが可能となっております。タイムラプスで使うときはこの状態で使うと。タイムラプスではなくて動態検知を使いたい。で、このビオホの H39 Pro Duo は動態検知機能というのもついておりますので、その場合はここ、今これタイムラプスで書いてあるんですけど、携帯で開くと動態検知って書いてあります。なので、ここを選ぶということになります。一応このような状態にしておきます。で、こちらなんですけれども、駐車監視時間なんですが最大48時間、で、上に行きますと30分オフということで選ぶことができます。で、私はこちら今48時間ということで設定をしております。で、それからこちらです。衝撃検知の時は低感度、中感度、高感度ということで3つ選ぶことができます。それからこちら、駐車動態検出というのも低感度、中感度、高感度ということで選ぶことができるということになっています。あとはフロントカメラの回転であるとか、リアカメラの回転、それから車内カメラ、リアカメラの鏡像、まあ、この辺です。まあ、この辺の設定というのも
もちろんなんですけれども、各々のカメラでできるようになっております。はい。主たるところとしては以上になります。それから、こちらのアプリが非常に優れておりまして、録画、3カメラスタート。で、録画が始まると、このような形でアナウンスが流れてくれます。で、ここに、今使用している解像度とフレームレートが書かれております。で、これは非常に使いやすくて、まあもちろんモニタリング自体もこのような形で切り替えができます。こういう感じで。で、さらに、まあ先ほどの設定、こう一回止めて、こういった設定項目を当然見ることもできます。で、さらに、こちら。このように収録動画もしっかりと見ることができるということになりまして、ただこれ見るというだけではなくて、このように、オール、フロント、インテリア、それからリア、このように分けて見ることもできるようになっています。で、ロックファイル、まあ、こちらイベント録画ですね。で、それから、駐車中のファイル。まあ、こういう感じで、分けて見ることができるので、非常に見やすくなっている。で、当然ここで収録した動画の確認をすることができる。例えば、ロックファイルで、ここ。まあ、こういった形で再生することももちろんできるようになっております。なので、バントゥルーの N5 もご紹介させていただいたんですけれども、そちらよりも、さらにこちらのビオホのアプリの方が2歩ぐらい進んでるものになっているということで、これが非常に使いやすいということになります。次に AH39 Pro Duo の駐車監視についてのご紹介をしていきたいと思います。前回のバントゥルーの N5 と同様で、説明用に動画の方を準備しております。で、まずは、駐車監視なんですけれども、こちらになります。で、今こちらは、タイムラプス撮影を行っているんですけれども、実は、後ほどご紹介するんですけれども、この AH39 Pro Duo は、タイムラプス録画中に衝撃が加わった時は、イベント録画として記録してくれるという機能がついております。なので、まあ、タイムラプスは普通に流して収録はされるんですけれども、衝撃が加わったところというのは、イベント録画としてファイルがあって、そこに動画が収録されるということで、非常に使いやすいものになっております。はい、私が今、ガラスを叩いてるんですけれども、このように衝撃が伝わったことによって、イベント録画としてタイムラプス録画というのが収録されるということで、衝撃が加わる前から、動画の収録がされるということで、状況証拠がつかみやすい方式の駐車監視になっているっていうのが一つ特徴として挙げられます。次に動体検知の方なんですが、これは今45秒間動画を収録している状況なんですけれども、まだ何も物が動いているというわけではないんですけれども、まあ、後ほど人が歩いてくるのが見えてくると思うので、ご覧になっていただければと思うんですけれども、今、人が歩いてきましたけれども、人が歩いてきてから動画が収録されるようでは遅くなってしまうわけなので、人が検出される手前のところから動画が収録されるということで、プリレコーディング機能というものが、このビオホの AH39 Pro Duo にもついております。まあ、この辺も非常に原因系の状況証拠として動画の収録をする上では非常に役に立つ収録方式であるということがお伝えできるかと思います。また、こちらは駐車監視中の車内カメラの収録動画なんですが、窓越しの状況というのはくっきりと映っているのがお分かりいただけると思います。また今私が車の周りをうろうろしているんですけれども、外側で何が起きているのかということがしっかりと分かるようになっているかと思います。また、後ろに止まっております車のナンバー等もまあ、見えるようになっているということで、非常に解像度としても高い状況証拠を収録する意味においては、非常に十分な収録動画になっているということが言えるんではないかと思います。
次にドライブレコーダーとしての基本性能ということで、ナンバー認識精度がどの程度あるのかということで、そちらの観点でご紹介をしていこうと思います。まずは昼間のフロントの収録動画、こちらは 2K になります。今追い越し車線を走っておりまして、ステッパーゴンのオーバーテイクをかけようというところなんですけれども、しっかりとナンバーも認識できるのがお分かりいただけるかと思います。後ろのカメラになるんですが、こちらはフル HD の 1080p 相当なんですけれども、見てお分かりいただけるかと思うんですが、動いている状態でもしっかりとナンバー認識ができるということで、こちらはスタービス2搭載していることから、モーションブラーが低減されるということで、走行している状態で相対速度が乗るようなところっていうのはナンバーが認識しにくいんですけれども、しっかりとナンバーがくっきりと見れるというのがこの H39 プロデューオの大きな特徴になります。さらに違う場所でのナンバー認識精度なんですけれども、今対向車が走り去ってるんですけれども、しっかりとナンバーが認識できるということで、これは私自身も動画を実際に拡大して見てみたんですけれども、ちょっとびっくりしたところになります。非常にスタービス2の機能というものがしっかりと使われているんだろうなっていうところをすごく感じるところになります。次に夜間の収録動画のご紹介です。夜間は 4K で収録の方をしております。でこちらはバントゥルの N5 でもご紹介して同時収録で撮った映像なんですけれども、前に BMW が止まっておりまして、ナンバーの認識はしっかりとできるようになっております。通常のドライブレコーダーですと、ヘッドライトが照らされて明るい状態になりますと白飛びが見られるんですけれども、ナンバーも小さな文字から大きな数字までしっかりと認識できるようになっております。またリアの画面なんですけれども、こちらは 1080p のフル HD なんですが、ボクシーが後ろから走ってくるんですけれども、こちらを見ていただければと思うんですが、はい、昼間も非常にナンバー認識精度高かったんですけれども、夜間も非常にナンバー認識精度が高くて、くっきりと漢字から数字まで認識できるということで、非常に解像度として高い画像になっております。次に並走しているシーンでのナンバー認識なんですけれども、こちらの方もバントゥルーの N5 と同時収録をしているんですけれども、停止している状態から今トラックがオーバーテイクしていったんですが、少しモーションブラーが気になるかなっていうところは正直なところあったりはしました。注目すべきリアカメラなんですが、リアカメラも今抜いていったトラックは正直モーションブラーが少しこうきつめで、ナンバーの認識というものがちょっと難しいかなっていう状況ではあるんですけれども、実は次に現れてくるエクリプスクロスのナンバーなんですけれども、見ていただけると分かりいただけるかと思うので注目していただければと思うんですけれども、フロントのナンバーを見ていただければと思うんですけれども、思いのほかナンバー認識ができるというところにちょっと私自身びっくりしてしまいまして、このシーンはバントゥルの N5 ですとナンバー認識ができなかったっていうのがありました。でもこちらのビューホの H39 Pro 4K は並走していて、リアカメラからのナンバー認識までできてしまうということで、やはりスタービス2の影響、モーションブラーをしっかりと抑え込んでいるということが非常に効いているんではないかなということが皆様にお伝えできるかと思います。はい、ってことで今回はこちらのビューホの H39 Pro 4K のご紹介をいたしました。で最後に私のまとめということでご紹介をしていきますと、このモデルなんですけども、これ去年のモデルになっております。ですが去年のモデルなんですけれども、先日ご紹介させていただいたバントゥルーの N5 と比べますと非常に優れているポイントが多いということにちょっと驚きを感じております。具体的にはまずこちらが非常に軽量であるということ、それによって夏場においても脱落することがないということです。でまたアプリも非常に進化しているものでして、カメラの撮影状況も確認できますし、設定項目も選択できますし、モニタリングの切り替えもできます。さらに収録動画を
再生するということもできちゃうということで、すべての機能が使えてしまうということで、こちら1年前に出ているモデルとしては一つ古いものになるわけなんですけれども、それでもビオホの方が進化している。ただまあカメラとしては4カメではなく3カメということなわけなので、駐車監視という意味においては少しもしかすると弱いという側面もあるかもしれないんですけれども、もう3カメでも十分だと。またドライブレコーダーの基本性能としてナンバーもしっかりと収録をしたいという方においては、もう間違いなくこちらのビオホの H39 Pro 4K が間違いなくおすすめできる製品であるということが皆様にお伝えできるかと思います。はい、こちらの商品の詳細なんですけれども概要欄に記載しておりますので、ぜひご覧になってみてください。またこのビオホというメーカーなんですが、興味を持たれている方はぜひ H19V3 の動画の方で収録しておりますので、そちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。